アルザスワイン街道途上にあるモルスアイムは、ストラスブールの西約3 0キロメートルに位置する。アルザス高原のラビュシュダニの入り口にあたる。10世紀の古名、マルズハイムは、ケルト語で丘陵を意味する、モル、建物を意味する、リスに由来する。ラテン語で製粉書を意味するモラも語源に関わる。 かつてパンや組合があった建物イエズス会協会1935年にモルサイム北部からメロビング町時代の墓が発掘された。マルズハイムの名が最古に記されたのは820年、ストラスブール市教アデロクへのワインの寄進証書においてである。1219年、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世がコミューンに特権や課税特権を与えた。 1263年にはすでにコミューンは周囲を城壁に囲まれていた。モルサイムはストラスブール司教の領地であったため、ドイツの皇帝たちと代々の司教たちとの間で領有が争われた。1573年には司教によって貨幣中造が行われた。対抗改革の中心地であったモルサイムには、1580年にイエズス会の神学校が建てられた。 1618年、当時の司教レオポルト・フォン・エスター・ライヒは、神学校をアカデミーとした。1701年、ルイ14世はアカデミーをストラスブールに移し、神学校を飲み残した。1592年、空席となったストラスブール司教の座をめぐり、モルサイムのカトリック聖職者とストラスブールのプロテスタント聖職者の対立が起こった。 ルーテル教会が推すヨハンゲオルクフォンブランデンブルクとカトリックが支持するロレーヌ水気教が争い死教戦争と呼ばれる武力衝突に発展した。1909年、イタリア出身の自動車技術者エッドーレブガッティが近郊のドリスハイムに自動車会社ブガッティを設立し、1940年代初頭まで主に高性能スポーツカーやレースカーを製造していた。 1998年にフォルクスワーゲンが往年のブガッティの商標権及び製造販売権を獲得し100%個会社としてブガッティオトモビルを創業。2005年に超高性能車ブガッティベイロンを製造するためブランドの発祥地である。この地に本社並びに製造工場を設立している。ありがとうございます。